皆さんこんにちは、シルキースタイルの島津です。山田です。この動画は弊社代表の山田の著書とっておきの一着さえあればいいから、本には書ききれなかった内容をご紹介いたします。今回は嫌な人に会う日はビタミンカラーでカツを入れるについてご紹介していきます。嫌な人に会う日はビタミンカラーでカツを入れる。確かにビタミンカラーってすごく元気をもらえるカラーですよ ね、 そうですよね。私あんまりこう人に対して苦手意識って持たない方なんですけど、はい、それでも、はい、やっぱり今日はこの人に会って謝らなきゃいけないなとかちょっと気まずい、ね、あるじゃないですか。ないですよ、島さんはそんなことないのかな。いやいや、やっぱりこうなんか少し憂鬱な日はねやっぱりありますよね、誰しも。まあね、みんなそうなのかもしれないですけどね、その時に洋服だとやっぱり今日はちょっとあんまり派手にできないとかね、はい、ありますけど、自分は元気すぎてくれる、もうこうオレンジのようなこうビタミンをくれるようなそんな色のカラーを身につけると、実際にそれだけで本当になんかこうエネルギーが満ち溢れてくる。そういう経験ないですか？あります、ね、うん、なんかこう誰にも分かられないんだけれども、うんうん、私だけが知っているっていう。そうそう、はい、そうなんです。だから私そういうビタミンカラーとか自分を勇気づけるカラーの下着っていくつか持ってて。そうなんですね、まあ、大体こう黄色だったりオレンジだったりするんですが、はい、ちょっとビビッドなね、あのマゼンダカラーとか。ああいいですね。そう、それ例えばブラジャーだけだとちょっと抵抗あるなっていう人はショーツだけにするとかね、うん、そういうのだけでもやっぱりそこでね色の力ってもらえるんですよね。で例えばあの逆に言うと黒、はい、黒って私は実際一切着ないように。そうなんですね、黒って結構ね使いやすいし、はい、夏はねあのちらっと見えてもいらつくなかったりするから重宝、うん、ね、 ねされるんですけど、はい、黒ってやっぱり自分の、まあ、そのなんて言うんでしょうね、見た目の雰囲気自体を暗くしちゃうんですよ。あ、こう下着の話ですよ、洋服とかではなくて。それってやっぱそれだけ下着の色はその人のマインドにこう影響をね与えちゃうんですよね。だからあとヨーロッパと勝負が身につけるとね言われているので、ちょっとそういう商売のカラーですね。そうなんですね。あるんですよ、まあ、かっこいいんですけどね。でも韓国のおばちゃんとかもね、黒いサギ着て、あい赤すり赤すりって言うかなんかまあそういう商売もあればヨーロッパとちょっと勝負がねできるので、はい、まあ、黒いサギっていろんな意味合いがやっぱりあって、私は着ないです。なるほど。結構若い女性とかあの黒しか持ってませんみたいな方もすごく多いと思うんですけど、そうそう、多いですよね。でそれでもし自分がうまくいってればいいんですけど、うん、なんかちょっとエネルギー不足だなとか今日はもやもやするっていう日は思い切ってこうビタミンカラーをね取り入れてみてもいいかもしれないですね、うん、なんか夏場に多いイメージがあります、うんうん、そういった下着カラーの下着がよく出てるようなイメージがあるので、ね、これからのシーズン、うん、今ちょうどね店頭に並んでるかもしれないですね。だから自分がこうビビッとくるようなビビットカラーね、はい、ビビットカラーを、はい、ビビットカラーぜひ身につけてみてください。この動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録をお願いいたします。